これはバカップル。皆さんこんにちは、イメゾです。今回はアンデッドアンラック第9話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想や考察などを投稿しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということでね、今回もね、神回でございましたということでね、アンディが力を解放してビクトールっていうね、超最強の敵となって現れて、そのビクトールをユニオン全員の力で戦うっていうね、いやー激アツな展開でございました。そんなね、超やばいユニオン全員の力で戦っても、ちょっと危ないぐらいのね、力を持つビクトールにフーコがね、何をしたかっていうとね、おっぱいを押し上げてるんですよね。どんな広いんだよって思うんですけど、これぞフーコって感じですよね。普通だったらね、なんか泣きながら抱きついて、いや戻ってアンディっていうか、戻ってアンディみたいなことをするのがさ、まあ広いんじゃないですか、ありがちな。これ違うんだね、フーコはね、やっぱおっぱいを押し付けて。それをね、全力でサポートするユニオンの人たちっていうね、構図がね、面白すぎたよね。決してフーコもね、ふざけてるわけではなく、その自分が大嫌いな人に、その自分の体の一部、一番押し付けたくないところを押し付けることによって、とんでもない不運を起こさせたいっていうね、その、まあ、気持ちがあったんだと思うんだよね。で、それだけじゃなくてさ、この、ベクトールの頭に、この銃をぶっ放して腕を突っ込んで血を浴びながらね、ヤンディに呼びかけるんですよね。いや、すごい絵面だなと思って。フーコも結構度胸あるよね。なんかもうアンディを返せって言ってさ、そこでアンディに呼びかけてさ、血まみれになりながらね。で、その声が無事と届いて、こうアンディが目覚めるんですけども、ここがまた良かったんですよね。この時間がねって言って、このいきなりキスするんよ。アンディがフーコのことを抱きしめてキスするんだけど、その時のね、フーコの顔がマジで乙女。キスした瞬間のあの顔、もうとろけた顔してて、その後にじゃあ続きはまた後でなみたいなこと言ってちょっと離れるんだけど、その時にまた照れた表情のええみたいな挙動ってるフーコもめちゃくちゃ可愛かったね。いやー最高でした。でその後ね、すぐこうみんな逃げて、大きい風が来るからって言ってたんだけど、多分これっていうのはフーコ自身もこの時アンディに対しての好感度が今まで以上にとんでもないことになってたから、その反動で一番やばいやつが来るよってなんとなく自分の中で分かったんだろうね。だからこそすかさず逃げて、みんな何やってんの、早く逃げてって言って大きい声で呼びかけて、まあ案の定ね、その街を吹き飛ばすほどの超どでかい不運で、な、ビクトールに勝利したと。いや、フーコがいなかったら本当勝てなかったよね、この戦いは多分。で、また病院で目覚めた時もまた、いいんだよ、病院で目覚めたフーコをさ、アンディがずっと漫画読みながらさ、101巻分の漫画読みながらさ、ずっと待っててるのもいいし、多分本当ずっと隣にいたんだろうね。まあ、それほどアンディは多分フーコが必死にね、こう呼びかけてくれた、のが嬉しかったんだろうね。あの時お前の声が聞こえたのが嬉しかったぜ、ありがとう、ありがとうなフーコって呼び捨てにしてお礼を言うほどね、本当に嬉しかったんだろうなって。まあフーコはフーコでね、このもうアンディのこと大好きになってるからさ、もうまたアンディがここで死んでいなくなっちゃって一人になるのが怖かったって、自分が死ぬことよりも一人になってしまう恐怖の方が怖かったっていうさ、フーコの気持ち、エモい。ほんと早く付き合え、このバカップル。最高でしたね。はい、ということで以上、アンデッドアンラック第9話の感想と解説でございました。フーコにおっぱいを押し付けられたい人は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。